こんばんばは気づくかなあ気づいたすごーいこんばんはこんばんはこん,ばんはすごいですねあらえ 凪さ卒業アップしたんやあらあらあらそれは知らなかったですそっか凪さ卒業かここで知りました私誰にも言ってないんじゃない言ってたのかな そっかそっかまあでもね十分引っ張ってくれましたよねたまたまや <laughs> それもすごいけどなたまたまですねでもね全然 なぎさのさ実力やったら一人になるタイミングとか何回もあったはずやのになあ全部ずっと引っ張ってくれてたからねありがたいですねほんとになんか近くで見てきたからこそ尊敬する部分もたくさんあるし <laughs> うん デデン来たちょっと <laughs>。どんなタイミングで始めてんの私。みんな、みんなの速報を聞かせてください <laughs>。ちょっと変なタイミングで始めちゃったな。すいません、でも。本題はもう本当に発表するとか知らなかったので、あの <laughs>、あれです。 M? チーム M が今やってる配信のさシオンのプロフィールをあのー、書く書こうというか考えようと思ってましたシングル選抜発表 <laughs> なんじゃそりゃ <laughs> ありがとうございます <laughs> ありがとうございます <laughs> シングルですほんとに卒 <laughs> 業シングルなんやそっか <laughs> 選抜おめでとうございます <laughs> ありがとうございます <laughs> ありがとうございますそうだね複雑な方もいらっしゃいますよね絶対あのー、無理にお祝いしなくていいですちょっと気持ちの整理をがついてからお祝いしてください是非 <laughs> すごく不思議なタイミングで始めちゃいましたが始めたからにはやめれませんごめんなさい <coughs> 頑張ります うん、選抜発表中です、そうです <laughs> <laughs> 全然知らんかったからねほんとにチーム M のプロフィールを考えようと思ってました 渚センターうんねえ十八人もいるんですか選抜は 知ってましたよ <laughs> 選抜は知ってました <coughs> こんばんはまだ聞いてないですね曲がんん <coughs> <coughs> 髪の茶色見ましてますよ落ちてきましたゴールデンマイクあったどこにや 今日はそうですちょっと病院に行ってずっと家で甲子園見たりしてました <laughs> ギフト 髪の毛あの後ろでお団子してるしてます <laughs> ねえ甲子園激熱ですね 心配してくれてるみんなありがとうございます <coughs> そうねお話し会とかもあるんですね楽しみですねぜひ来てほしい。 <laughs> こんばんはロックおろし2番歌います,歌いますよあのー、8月11日になんだ8月11日からまた「みんなで六甲おろし」っていうやつの全員集合バージョンがあるんです私は今年の「みんなで六甲おろし」の5月を担当させてもらったんですけど その4月6月とかいろんな月を担当してた方々と一緒にあの球場のビジョンに移るっていう試合勝利試合後にそれの出演もするのでぜひ球場に足を運んでくださったら嬉しいなと思いますそう甲子園だとオーロラビジョンに移りますよ そっかうわ最後のきい4期生になると思ってなかったなうわどうしようかなそこがねうわそっか <coughs> それはちょっと考えてなかった。 衝撃ですそこが衝撃 <coughs> <laughs> 一生 NB でもいいよ気持ちはねそうですね一生 NB こんばんは <laughs> じゃあ4期生なろうかななってくれる <laughs> 初見ですありがとうございます。 シオンのプロフィールはちょっと衝撃受けてるので今ちょっと書いてとりあえず書いて提出したいと思いますシオンもね明日今日ぎさんの卒業発表ありましたけどシオンも明日卒業ということでそのシオンについての神って を書くつもりだったんですけどほんまに知らんかったよ卒 <laughs> 業知らなかったですよでもまあそろそろ来るかなとは思ってました常に思ってますそれは先輩メンバーに対してはねだからなんかこうそういうライブとか公演とかがないとうん 実感ができないというか、あ卒業するんだなっていう感じです、今は。うん、なんとなく、常にそろそろ、誰か発表しそう、じゃないですか。うん、そういう話はしなくても、<coughs> なんか空気で察するというかそう思います <coughs> 常にねまあそろそろ誰かっていうのは誰に当てはまるわけでもないんですけどうんなんかメンバー側も多分ファンの方のねえ その予想とかも多分あると思うんですけど同じなのかなと思います <laughs> 寂しいですねでもうんそうね そう思っとくののもも大事なのかもしれませんねそのアイドルのファンとしてはね特に <coughs> 次のステップでも応援してあげるっていう気持ちを持ってくださってたら一番嬉しいですよベテラン側はね <coughs> はい <coughs> そう寂しいけどね頑張ってほしいですしなんか十分アイドルとして頑張ってくれたのでまあね次はあのー、何渚のような引っ張り方をみんなができるようにまたさらに頑張っていかないとですね。<laughs> <laughs> そうお疲れ様です本当に。 イベント楽しみですねまた皆さんに会って話せるんですかもしかして <coughs> あるんですね楽しみお話し会も皆さんぜひ来てください <laughs> その何月なんやろう何月なんだろうか多分秋頃にはこう皆さんと会話できる内容の活動もできてると思いますのでそのね あの応援とかをまあ感想とか <laughs> 言ってくださったら嬉しいかなと思ってますぜひ来てください <laughs> <laughs> ねえゆうちゃん選抜先う嬉しいですね <laughs> 日本シリーズの六七戦の日やった <laughs> そっか野球も大詰めですねうんー行きたいなー見に <laughs> はいぜひ来てください ちょっとね、シオンの卒業は明日なんですけど、そのための配信だったんですが、まさかの発表がありまして、急遽変わりました <laughs>。はいありがとうございました。付き合ってくださって、情報もありがとうございました。では なんて読むやろ13位、しょうようさん12位、やまちゃんさん11位、ま、ゆうさん10位、ビーディマンさん9位、ナイッシュさん8位、シモリンさん7位、ニックさん6位、大地さん5位、タッチゃンさん4位、かんつきさん3位、ヒンちゃんさん2位、シュリンプさん1位、ジョセフさんありがとうございました。また明日 <laughs> お会いしましょう。 はい、またね。ありがとうございました。皆さんもゆっくり気持ちを落ち着かせて、休んでください。おやすみなさーい。